今仕事が終わって PP ドームに向かってます。今日すごい雨で湿気がすごいですね。低気圧の頭痛もやばくて久々に頭痛薬飲みました。人生で初めて福岡で雨かもしれないです。今日は PP ドームでソフトバンク対西武の試合があるので、人生初 PP ドームなんですよね。楽しみです。西武はコロナで3選手が今離脱していて、ちょっと痛い状況なんですけど、代わりに上がってきた選手たちの活躍も期待したいと思います。雨が降るとちょっと本当はね、バスとか福岡はたくさんあるのでバスで行こうと思ってたんですけど、やっぱ雨降ると乗っちゃいますね。雨めっちゃ嫌いです。梅雨来るのが嫌だ。今日は撮影が早く終わったので練習ぐらいから見れそうです。久々にこんな早くから球場に行きます。楽しみ。一人観戦なのでカメラもたくさん回そうと思います。でも雨だったらこっちの方がありがたいです。着きましたけど、どこに行けばいいか。あ、ここがペイペイドームだ。すごい。初着きました。あ、ここ見たことあるわ。なんかこんな階段あるんですね。雨嫌ですね。なんかすごい綺麗。お金持ってますね、やっぱソフトバンクは。孫正義さんがすごいから、すごいよこれ。ソフトバンクの選手、西武ドームくんの嫌でしょうね。あ、ライオンズのグッズ売ってる。ちょっと見ようかな。あ、ちょっと疲れました。ビジターパークを一応見ます。Thank you.
張から歩こうと思ったんですけど、ちょっとフェリーがあるので断念しました。福岡はタクシーが安いのでいい街でめっちゃ便利。昨日は完封負けで、負けた瞬間に帰ったので動画を撮り忘れるという、最終便の飛行機で帰るので8時ぐらいかな、8時ぐらいには球場出ます。で、ちゃんと練習から見て、今日は松本投手が先発なので勝ってほしいなと思います。 PayPay ドームめっちゃチケット安くて、タカチケットってアプリで買ったんですけど5000円ぐらいでめっちゃいい席取れてラッキーです。昨日もいい席だったんですけど、今日も似たような席で推しメンの売り子さんも見つけたので、ビール飲みながら楽しみたいと思います。行ってきます。今から席に向かいます。まだ人が少ないからいいですね。ありがとうございます。PayPayドームはなんかスタッフさんが席まで案内してくれるサービスをやってますね。どこの席なの今日。ありがとうございます。着きました。ライオンズの選手が練習してます。今日も推しメンを探したいと思います。広い。何列だったかな。ちょっと席を探します。席見つけました。今日は一人で来るときってなんかユニフォーム着るの恥ずかしいじゃないですか。まあ着るんですけど、いつもとりあえず帽子だけ被ります。かわいい。これビジターの帽子です。山田選手の声がめっちゃ聞こえますね。かわいい。これおーすごい声。さっき入場の時に何かもらってちょっと開けてみたいと思います。西武とかはファンクラブ会員しかもらえないんですけど、なんか全員に開けやすいですか。これこのなんかヒゲみたいなのすごいですね。ゲットです。
岸背番号68、はい、7番サードベースマン中村、背番号60、8番キャッチャーは告げ、背番号36、9番レフトフィールダーは金子、背番号7、ピッチャーは松本、着きました。今日は9時15分のフライトなんですけど、めっちゃギリギリでなんかタクシー乗り場にタクシーがいなくて、高速に乗ってぶっ飛ばしてもらって、ギリギリ全然間に合いました。明太子を爆買いしたので、もうやり残したことはありません。そろそろ登場するんですが、今日はね西武勝てそうだったので、本当は最後まで見たかったんですけど、残念ながらフライトがあるので帰ってきました。山川選手やオグレディ選手のホームランも見れて、でファンの方もすごい声かけてくださって、福岡の人優しいので楽しかったです。それでは今日はもう帰りたいと思います。それでは羽田でバイバーイ。